なんかめっちゃ美味しくないジュナちゃんのあげちゃった、ジュナちゃんの簡単クッキーがあげちゃダメ簡単クッキーがあげちゃダメ今日はナスと鶏肉2つ使って簡単なおかず作るよ。イエーイ、いいね。じゃあ今日はね、この鶏肉ね、もうカットしてあるやつを使いましょう。簡単にしたいのでね。でこれをまあナスと一緒に揚げ焼きにして、まあちょっとなんていうのかな、お酢の入った調味料と絡めるみたいなね。まずこれにじゃあ下味を簡単に入れたいのでここに入れましょう。入らない。入ってくれ。よはいはい、ナイスイン。ナイスインしましたよ。ここにですね、生姜のチューブをね、これかな、なんかカピカピになっちゃってるけど大丈夫はい、カピカピ、入り口がカピカピの生姜どのぐらい？いいよ。このぐらい入れましたよ。おろした生姜あればね、それやってあればね。で、塩をね、小さじ2分の1ぐらい。えい。そして鶏ガラだしも小さじ2分の1ぐらい。イエーイちょっと違ってる。で何入れようかな、ごま油でも入れるかごま油をすごい行き当たりばったりで私調理してるからね、いつもこれすごい考えて作ってるわけじゃないのね、この YouTube のシリーズね。これかな、小さじ2ぐらい。いつもこんな使いませんよ私、おさじ今ちょっと礼儀正しく使ってます。それであとじゃあ胡椒かけよう。出ない直接手に取っちゃって、こんな感じで入りましたよ。まあ塩ベースでちょっと味付けたいって感じかな。そしたら酒を入れよう酒をちょっと入れようか。追加だね。酒をね、大さじ1ぐらい。大さじ1がないから目分量でね、大さじ1入ったから、はい、大さじ1ぐらい多分入ったと思う。やっぱりちょっと臭み消しにね入った方がいいから、忘れちゃってごめんね、お酒とね。はい、もみもみ。塩はね、固まって入ってるから。そしたらもうちょっと平らにして、冷蔵庫に、これ閉まりはしないんだけどどうしたらいい、これよいしょ、いや閉まりました。これ閉まったね。はい、これ冷蔵庫にね、他の準備ができるぐらいまででいいので入れておきます。は違いますか違いますね。おナスちゃんを切っていきましょう。このぐらい、ちょうどこのぐらいの大きさ。まあナスいろいろあるけど、このぐらいだったらまあ2本ぐらい。ちょっとしなびちゃってるけどさ、気にしな。これをね、まあちょっと乱切りにしていこうかな。唐揚げと一緒に和えたいから、唐揚げに負けないぐらいのちょっと大きさで。乱切りにしたい。よいしょ。何が正解か私もわからないけど、乱れて切ってくれればいいから、乱切りね。乱れて切って。よいしょ。あらよっと。あ、どっちでしょう。かけ声。えいさ。おいさ。こりゃ。だいたいこんなもんだよ。でね、別に水にはさらさなくていいですよ。そのままいきましょう。はいはい。今日はね、どっちも揚げ焼きでいこうと思うので、こんな普通の特売で売ってるキャノーラ油、ドラえもんの道具みたいに言ってみたけど違うかな。キャノーラ油。いやそんなドラえもん痛くない。ね、鍋に1センチぐらい、1センチぐらい、ちょっとこれ26センチのフライパン、1センチぐらいとりあえず入れて、火にかけました。まあそうね、170度ぐらいまで温めたいかな。ちょっとしばらく待ちましょう。はい。はい、じゃあ170になったので、じゃあ静かにね入れていきましょう。手でやると跳ねるから。どうやったら跳ねないね。大丈夫ですか？私は決してカメラマンに危害を加えようとしているのではありません。危ないです。信じて、私を信じてほしい。決して悪意はありません。これ服着てあげる意味ってちゃんとあるんだぜ。ね、裸で揚げ物をしてみ。したことないけど、多分めっちゃ暑いから。すごい飛んでも揚げ物どころじゃ、多分すごいちっちゃいのも飛んでるんだよ。服とかね、服で私たち守られたエプロンも大事だなと思う。そうね、急にだってさ、めっちゃ私ナスね、マジで油飛ぶからさ、飛んでやけどしたことあるから、ちょっと恐怖なんだよ。ああ、ナスがね、そうそう、ナス若干恐怖で、恐怖症です。やってみる、カメラ寄せるタイプ。でもそうかそうか、それがいっぱいいっぱい。これただの素揚げね。素揚げです。あ、何にもつけず。そう、何にもつけずに。時々返してあげるぐらい。ナス生でも死なないから。水分とちょっと反応してる。でも大体こんなふうに色ついてきてるからさ、まあそろそろない。あんま揚げすぎるとピタッとなるから、そんなにピタッとなりすぎない感じがいいかな。衣とかついてるわけじゃないから、全然触りながら揚げちゃって大丈夫。かな。そうそう、網でね。ナスがとってもいい色に上がりましたよ。で、今フライパンに油が残ってるじゃん。移してみて。そう、これで今から鶏も揚げていきます。なるほど。はい。じゃあさっきまで冷蔵庫に入れといた鶏ね、こんな感じ。水分ほとんど入ってないから、どうしようかな、ちょっとさこうかな。こんな感じにしちゃって。片栗粉ね、このぐらいかな、このぐらい。入れちゃって。水分多いやつだとこれできないんだけど、粉っぽい感じは残したいので、あまりそんなに混ぜすぎずね、こんな感じの粉気でいきましょう。はい。もうあれかな、いけるかな。ほい、ちょっと温度低いけど、160度ぐらいかな。今170度になった。170度で入れてっちゃいます。全部入ったら少し汚さずにね、このまま捨てれば、これ捨てちゃえば、基本ね触らずにこのままいきましょう。下側がちょっと硬くなってきたらひっくり返していいので、こんな感じで硬くないうちは触らないように。表面はまだ柔らかいからあんまり触らないように。私はね、唐揚げの時は絶対たっぷりの油で揚げてカラッと揚げるんだけど、今日なんでこれ揚げ焼きでいいかっていうと、今日はこの後調味料でナスと一緒にあえちゃうので、そこまでカリッとしたものを求められないんだよ。そうそう、だからこういう場合は全然揚げ焼きで OK。 なるほど。うん、火さえ通ればね。何かこうやって返して中まで今度は実は170度でいいと思う。これ返したっけ？いやー、みんな返された。知りません。返してないかな。50歳記憶が曖昧です。でも1分前のことも覚えてない。困るよ。だいぶさガチガチってくるともう中断、わかるでしょ、ガチガチって言ってくる。この中の水分がもうガーッとちょっと出てきて、もう俺たちそろそろ仕上がりだぞって言って、もういいね。でさっきのナスのね上がったとこから出していく。こんな感じでね、今ナスと唐揚げがね同じ油でこうやって揚げることができます。これだけでも美味しいんだけど、まあちょっと味が足りないから、これをね今からあえていきましょう。熱いうちにね。よいしょ。はい、じゃあここのボウルに今日はね、まあ黒酢を使ってみようと思うんだけど、別に米酢とかでもいいと思う。これもう使い切りたい。ちょうどどうかな、大さじ1ぐらいかな。ちょうどちょうど大さじ1。なくなったぜ。もう空っぽ。大さじ1。醤油はそうだね。大さじ1と、今ダバダバって出ちゃったけど1と半ってことにしてこれ。多分ねそのぐらいだと思う。でお酢が入ったので、ちょっと砂糖をね小さじ1ぐらいちょっと入れて混ぜて、ここに入れるからカリカリじゃなくてもさ。なるほどね。すごい泡立ってたけど大丈夫。ここにね揚げたの、私横着しないでちゃんと入れてきますよ。いつもだったらガチャって入れるけど、お母さん反省してる。反省してる。いつもやらかい。あ、もう耐えられなくなってきた。耐えられなくなってきました。した。でここにでごまをねちょっと入れて、これも適当。できたらね洗ってね。よっ、いや溢れてますね。ちょっとこうちょっとあえるとサッとで。よいしょ。返す感じでね。あ、もうこんなもんでいいでしょ。はい、じゃあこれを盛り付けます。これを持ってこうか。とろっとしてうまいんだよ。そんなにほらカリカリじゃなくて大丈夫なのよ。かえってこのとろとろがね、いいんじゃねっていうね。これなんかめっちゃ美味しそうくない？ナスって今年中あるじゃん、スーパーに。昔はね夏とか秋とかあったけど、今年中あるから年中これできるから。別にこれもも肉使ったけど胸肉でもねいいと思うし。よいしょ。結構立派なおかずになりますよ。で残ったさこれをさもうです。はい、これで完成ですよ。美味しそう。さっぱりナスと鶏の甘酢あえ。でか？でかはでか。でかは古い。でかは昭和です。すみません。ではね、早速試食をしていただきたいじゃない。試食をしてみたいと思いますよ。それでは、はい、いただきます。まずこのナスをね、いきましょうかね。ジューシーな。いただきます。美味しい。めっちゃうまい。絶対うまいよ。じゃあ、いきますよ、これ。ちゃんと火も通ってて。美味しい。うまい。うまいわ。これ超うまい。本当。うん。うまいわ。やべえ、お母さん止まらない。うまい。でもねカリカリもちょっと残ってる。そう。カリカリもねちゃんと残ってる。うまい共存だね。うん。これはねぜひ作ってほしいと思います。おナスがね特売の時とかあると思うので、そしたらね鶏肉と一緒に買ってぜひ作ってみてください。はい。娘が撮影が終わった後にサボり食べています。娘イコールカメラマンです。うまっ。うまいよねこれ。いやこれごまがいいね。結構いい仕事してる。どれもこれも美味しいよ、うん、どれもこれも美味しい。自分で作ってなんだけどうまいよ、うん、はい、じゃあなすと鶏肉の料理が美味しそうだと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。